皆さんこんにちは、ナミキです。皆さん見てください。今日はいつもと違って私私服からの登場でございます。ということで、ですね、先日、宣言動画でね、私がゴルフ界盛り上げたいっていうのをね、宣言させていただいたんですけども、というわけで、今回ね、ちょっとゴルフ界一緒に盛り上げたいって言ってくれてるゲストがいるんですね。ということで、早速そのスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。どうぞお願いします。はじめまして、ゆずきりつと申します。はい、で多分ね、みんなね、急に出てきて誰やねんってね思っている方もいると思うんですけど、実はですね、私の大学の大親友ということで、最近実はゴルフを始めたいってね、ずっと言ってくれてて、ずっと、ね、並木の動画をずっと見てて、そうでもね、簡単にはそんなね、始められないかなとは思ってるんですけど、ちょっと楽しそうだなって、そう、ずっと言ってくれてたんで、あ、これはいい機会だと思って、ちょうどね、皆さんもう新学期とか新社会人を迎える方も多いと思うので、多分ゴルフを始める方もね、多いと思うんですよ、なので、ちょうどりっちゃんがねちょうどよかった、そう、ちょうどいいタイミングで言ってくれたので、今日はそのゴルフを始めるあたってのどうしていったらいいかっていうのが多分分かんないと思うので、いろいろ教えてください。一応そのあたりを私がプロデュースということでしていきたいと思います。お願いします。はい、なんですけど、とはいえですね、私も別にめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんです。なので今日はね、しっかりスタッフさんも一緒にね、出ていただけるということなので、いろいろスタッフさんに聞いてゴルフのお買い物をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。お願いします。ワクワク、お願いしますはい、それでは早速いろいろ見ていきたいんですけども、今日はこちら、ビクトリアゴルフ新宿店さんにお邪魔しております。ということで、早速ちょっとスタッフさんにいろいろ聞いてみたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。ビクトリアゴルフ新宿店、田中と申します。レディースクラブとレディースコマの担当しておりますので、本日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあいろいろ店内見させていただきたいと思います。じゃあお願いします。お願いします。すごくない？めっちゃクラブいっぱいある。こんなにあるんだ。そうですね。こちらに並んでいるのが、レディースの初心者セットと言いまして、もうセットになってるんですね。そうです。初めての方がこれからゴルフ行くっていう時に、これさえあれば、ゴルフできるようなセットが揃っていて。かわいいのいっぱい。そう、そう、付与されていいんですよね、最初。かわいいのとかで。これがかわいいっていうので、お選びいただいて。こんなに種類あるんですね。どれがいい？みっちゃん。シッパッと見。シックにこれか。お、意外とかっこいい系だね。でも、これもかわいい。なんか珍しくて、目立ちそう。もういろいろありますけど。いろいろありすぎて。ね。でも最低限、最低限だとしたら、こういった小物のバッグ。あ、これですね。確かに。これ何に使うか分かる？ピーとか入れる。お、でもね、そうですよね。合ってる？合ってる。合ってる。そう。ピーとか、さすが。ラウンドに行った際は、女性の方は、例えば、化粧ポーチとか、チョコレート一緒の置とか、お食事の時とかに、こういったバッグがあれば、その中に入れといていただいて、お持ちいただいて、置いとくっていうのはできるので。確かに。これもね、女性は結構必要かもしれないですね。男性は少なくともいらないかもしれない。男性はどうやって持って、手で。基本男性も持ってる方多いですよね。結構持っていらっしゃる方多いですね。水筒とか。あ、そう、水筒とかね。これ次、ボールポーチ。ボールポーチですね。使い方としてはこういった後ろのポッケに、そう、こういうところに、こういったところにボールを入れて、こういった感じで、すぐ取り出せるような、わざわざさ、カートまで取りに行ってたら時間かかっちゃうから、もうここにつけといて、もう私もずっとつけて、最初めっちゃなくすから、もう毎回出して打つっていう。最初、今はつけずに、今はね、ちょっとなくさなくなったんで、へー卒業いや、そうね、今はちょっと1個ぐらいかな、入れてものキャディバッグ、すごいな、種類がめっちゃあるだってこんな柄のものもあれば、シンプルに色だけもあるし、めちゃくちゃあるので、この後ろ
おお、これ大きなバッグですが。そうです、大きなバッグなので、はい、先ほどの小さいのと違って、うん、あのゴルフに行く時とかに、あ、そうですね、はい、使っていただいて、うん、シューズだったり着替えとか、うん、もう全てをまとめるようなバッグになっているので、まあ、日常でもご使用いただけるものになりますね。旅行に普通に使えそうだね。あ、そう、でもそういう感じでもいいと思う。なんか最初旅行バッグ持ってるものでもいいと思う。こんなにおしゃれ、ゴルフ界おしゃれだね。おしゃれ、意外にね、いいよね。これはあれですよね、クラブケース。クラブケース、はい、こちらが、ゴルフ場だったり練習場に、うん、あの行く際に数本、数本、だいたい目安で5本ぐらい、ドライバー、ラケット、DVD、アイアン、2本ぐらいを入れていただいて、うん、これだけ持って練習に行くとか、全部を入れるのはあっち、キャディー、キャディーバッグで、そのうち何本か持ちたいときは、うん、そうです、こちらですね、はい、なるほど。お、見て見て、あ、かわいい、ね、さっきシューズを入れるっておっしゃってたんですけど、うんうんうん、シューズもやっぱ持ってかれるんですか、皆さん。そうです、持ってきます、シューズケースに入れていただいて、うん、はい、うん、こうやってなんかね、スパイクがね、これはついてないのかな、うん、これスパイクレスですね。そうです、スパイクレスの方ですね。でもなんかスパイクがついてるやつもあるらしくて、だからどっちもあるんだけど、これも好きなのでいいんですよね。そうです、そうね、これはすごいゴルファーっぽい、そうアイテム、これはグローブ、皆さんされてますよね、なんか、うん、しないことはあんまない、しないことはないですね、ない、はい、豆ができちゃったりとか、うん、そう、豆ができたり、あとグローブすることによってグリップ力が上がるので、しっかりクラブを握れるような、滑らないみたいな、はい、逆に片手があるっていう発想がなかった初心者、なるほど、ね、うん、あとなんか気になるものある、この辺、あと見たよね、さっきの、うん、カートバッグ、ベルト、これは、これは何ですか、はい、こちらがマーカーになりまして、パター最後のグリーン周りで打つとき、うんうん、他の一緒にラウンドされてる方の邪魔にならないように、うん、こういったマーカーを置いていただいて、ボールの代わりに置いていただいて、うん、でまた自分がプレーするときは外してっていう感じで、これもこんな可愛いんですね。そうです、こちらもたくさん種類あるんで、そこのね、これ見てみる、後ろにこれいっぱいある、これ全部マーカーですよね。そうなんです、はあ、なんかキャラクターとかもありますもんね。かわいいスヌーピーとか。そう、ちょっと変わった、最新の変わったやつ、目玉焼きがかわいくて、目玉焼きが映えそうですよね。なんか面白い、かわいいね、はい、ということでね、ちょっといろいろ見させていただいたんですけども、今日はね、はい、ちょっとりっちゃんに一つ見せたいものがまだあるんですよ。まだある。ある。ちょっとそっちがちょっと興味ないんだね。まだある。はい。これはまだまだ。まだこれではなくて。これではなくて。さらにあるんですよ。はい、早速行きましょう。はい。はい。ちょっと場所を変えます。Go。どこ？どこどこ？はい。ということで移動してきましたが、はい、ここがですね、じゃじゃん、このゴルフウェアのフロアになっておりますね。大事ですね。大事。しっかりでしょ。ゴルフやるのにさ、うん、やっぱまずは着ないと、ウェアがないと始まらないので、ね、これではいけない。そうなんですよ、うんうん、ということで今日はね、りっちゃんにワンコーデプレゼントします。ありがとうございます、はい、なのでもう好きなの見ていただいて、はい、好きなコーデ組んでいただいて、それを買うということで、いいんですか。はい。でね、今日も私じゃね、ちょっと物足りないのでスタッフさんもお呼びしてますので、はい、よろしくお願いします。アパレル担当しております、石川と申します。石川さんです。今日はちょっとゴルフを始めるということで、はい、いろいろウェアを見させていただくので、はい、ちょっとわからないことがあれば石川さんに、よろしくお願いします。はい、見ていきたいと思います。いただきます。はい、じゃあ早速見ていきましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。今ちょうど春物の新作が入ってきてる時期なので、今新作に出しましたっていう、確かに、はい、表現してるところがですね、うん、はい、新しいものになるので、うんうん、ちょっとそのあたりを中心に見ていただければと思いますが、はい、で、ウェアとかのゴルフウェア、ドレスコードが一部あるので、うんうん、ちょっとドレスコード、そうです、決まってるんですか。そうなんです、
そういった形で、はい、フィックスに関してはこういったポロシャツ、シャツの襟付きのもの、はい、が必要になってきます。あ、そうですか。ちょっと日焼けをしたくないっていう方のための防寒にもなるんですけれども、こういった感じの少し襟の高いハイネック、こういった感じのものをフィックスには着ていただくように、そういったドレスコードがあるので、まあ、それもちょっとチェックしながら。そうなの。それは世界共通世界共通です、ね、ブランドめちゃくちゃあるから、そうです、ね、ちょっとねバーッと 見ないとね、そうなんです、めちゃくちゃ時間かかっちゃう、ね、ニューバランス、まあ、ニューバランス、うん、確かに見たことあるよね、うん、ちょっとスポーティーな感じ、スポーティーな、かっこいい、こういう服ない、やっぱりりっちゃんはかっこいい気だねかっこいい、いいと思う、私もあるわ、そう、帽子もいりますもんね、絶対日よけで絶対いるから、女性の方は日よけ帽子でちょっとつばのあるものを、そう、はい、いるから、かっこいいね、キャップでもいいし、サンバイザーもあるの、サンバイザー、あ、そう、こっちだ、そう、女子結構サンバイ、私もね、サンバイザーは好きなんで、サンバイザーおすすめですよ、女性、おすすめ、はい、私は、うん、さあ、何にする、はい、決めますどうしよう、どうしよう、どうしよう、どこから決めよう、あのりっちゃんは優柔不断です、あ、そうなんですよ、こんなに、まあ私も優柔不断ですけど、コンビニですらずっと回ってるから ね、はい、ということで、まあいろいろね、ウェア見させていただいて、りっちゃんが一つ決めたものがありますので出てきていただきましょう、りっちゃん、はい、お願いしますじゃじゃーん、いや、いい感じ、なんかやっぱりモノトーンがねずっと選んでたんだけど、最初やっぱ差し色入れ始めた冒険しようって思って、うん、でもこれぐらいの方が全然ゴルフ場ではこれくらいがいいと思います、というところなんですけど、はい、まだあるんですよ、この後行くところが、まだある、はい、ちょっと時間してます、はい、行きますはい、ちょっと買っていきたいと思います、いいですか、もうこれで行っちゃっていいんですか、はい、行きましょう、行きますか、まだ全然買ってないけど、はい、じゃあ行くぞ、はい、行ってきます、行きます、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、こちらもぜひフォローしてください。